今日は北陸実業団移動日でございます。はい、ここトレーニングセンターから新潟へ移動します。ふるさとに、我がふるさとへここからね、5時間で行けれたらいいかな。休んだらもうちょっとかかりますね。そうだね。お願いします。任せてください。では移動しましょう。はい、行きます。頑張ります。お疲れ様です。どう映ってます？後で確認してみて。こちら新潟県に入りました。これ何？これこういったモニュメントになります。これでも顔出すやつって合ってるんですか？多分違う。あ、違う。ビューがいいです。ビューがね。桜も今後ろはめっちゃいいし。そう、まだ新潟県は桜が残ってます。でもう福井は散っちゃったもんね。結構ほとんどないです。あと2時間ぐらいです。うわー。あ、いや、お願いします。どう？俺はね、全然慣れてるんで。新潟入った、イエーイと思ったので、めっちゃ強い。新潟入って半分です。はい、はい、ま、ゆっくり行きましょう。お願いします。はーい。お知りすぎる。おはようございます。おはようございます。前日練習です。はい、向こうにコウタロウもいます。もう今日は軽く動いて、はい、明日に備えるっていう内容ですね。はい、じゃあ練習の様子をご覧ください。楽しみだな。いや、マジで22秒切りたい。目標が低い。目標がはっきりしてる。去年9だから。確かに。確かに1秒9だからな。初戦ですね。初戦。最初で最後シーズン。そう。一番の初戦で最初で最後。ちょっと。ここでしか孝太郎の200見ないもん。そうっす。山下さんとか。あ、そうなんだ。マジ絶対出ないから。中央8くらいしか持ってないからです。やばし？あ、そうなの？やばいからですね。更新しますよ。するでしょ。あるできないんだよ。何かが邪魔してしまう。試合に出るの。
練習をします。エアドロップしてるんですけど、私今倉部さんに。マジで俺今撮影してるんだけど、ちょっと共有相手いないんですけど。そりゃそうでしょ、撮影してんだから送ろうと思ってたのに今、はい、おはようございます。おはようございます、お疲れ様です。はい、私は倉部さんと1日遅れで、あの2離陸しました。あのそんな変なこと言わないでもっていいですか。2離陸しました。新潟ですね。はい、お疲れ様です。中谷、はい、試合が1日ずれてたので。そうね、大久保は日曜日、そうです、の 100m ハードルに、はい、で今日は前日練習ということで。そうです、はい、なので遅れてきました。はい、はい、で今前日練習が終わりました。はい、 SD やってましたねSD やりました。でも今日はホテル帰って、はい、もう休みます。ゆっくり休んでください。はい、一言一言一言ね、一言なんだろう、ま、あの去年と違って今年のに、なんだっけ、北陸実業団はあの基本的にちょっと寒いので、去年めっちゃ暖かかったんですよ。めっちゃ桜が咲いてるぐらい暖かかったんですけど、ね、今はもうほらあれ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 ね、もう散ってる。しかもちょっとこの梵天、そうなんです。まあでもとりあえず良かったのは、昨日は雨だったんですけど、今日明日はまあ曇りみたいなので、そこはいいかなって思うので、まあその中でもしっかり走れるようにします。うん、頑張りましょう。はい、じゃあまた頑張ります。大久保明日、明日です。はい、はい、じゃあそれまでまた大久保は待機、はい、さよならはい、天気悪いですね。ちょっと朝はなかったの、我慢してくれんかったか、新潟。まあでもこの時間もほんと雨予報やったんだけど、そうやばいやばいやばい。じゃあ召集、はい、いってらっしゃい。はい、息が 100m に出発しました。頑張ってほしいですね。あれ小太郎、これ3回目ワク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 、明日の200、ちょっと直線はふわふわ、それあの200選手のセリフだから明日の200、怪我なく頑張りたいと思います。マジで楽しみです。明日頑張ろうね。お願いします。決勝前でございます。
もう無事に帰ってきて頑張ります。はい、いってらっしゃい。なんかちょっと風がマシになっただけでしょ。だから気温は別に変わってないの、うん、あ、気温は変わってないです。その一回戦後の時とか暴風ボールの時やばくて結構遅れてなかった。あ、なんか20分遅れで、ね、あの100で5分巻いてくださいって言われて、だから選手紹介に、うん、もう自然にやってくれはって。あれでもよくない？めっちゃいい。その全然寒い時は、うん、まあいいくらいの時は、ね、集中できるかもですけど、めっちゃ良かった。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。結果、はい、お願いします。11秒98の 3位でした。素晴らしい。いや、もうあの条件で11秒出るのすごい。ゴールした時にあのすごい横の選手と競ってて、で1位の青木さんが 9-0 だったんで、あ、乗ってないかもって思ったんですけど、さっきさゆみがさゆみが教えてくれたんで、なんとか、はい、11秒台の寒い中の冬で出せたのは次の試合につながったというか、はい、いい材料になったよね。そうですね、改善点も、まあ、動画とか見てしっかり主観的に、うん、客観的に考えて、もう来週にもまた試合があるので、また上げていけるように頑張ります。頑張りましょう、はい、いや、いいレースでした。ありがとうございます、はい。まあ、昨年あの結構タイム速い選手と一緒に走れて結構せったりできたので、そこはすごい良かったなって思います。明日、俺だ、明日、光太郎だ頑張れもううっさい練習なんてさ、まず200やってなくない？